っくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は、埼玉県埼玉市にある埼玉スタジアム2002からお送りするぜ。サイスタは、アジア最大級日本で最大のサッカー専用スタジアムだ。名称が2002じゃなく2002ってところも活かしてるわ。そこ気になるよな。ちなみに開場したのは2001年だ。サイスタができるずっと昔は、この辺りはサギの繁殖地として国の特別天然記念物の指定を受けていたそうだぜ。サギが多かったのね。その場所は今、サギ山記念公園という公園になっている。話を戻すぞ。サイスタは浦和レッドダイヤモンズというサッカーチームの本拠地なんだ。浦和って埼玉市よね。大宮アルディージェも埼玉市じゃなかったかしら？その通り。埼玉市にはサッカーチームが2つあるんだぜ。全国的にも珍しいわね。サッカーのファンが多いのかしら？なあ霊夢、今サッカーのファンって言ったな。言ったわ。サッカーってファンのことをサポーターって呼ぶこと多くないか？確かにサッカーだけはサポーターって呼ぶわね。ただの愛好家ではなく、応援を通じてチームをサポートする人って意味合いがありそうね。詐欺？サポート？マリサ、どうしたのよ？よし、今日はサポート詐欺について説明してくぜ。長い前振りだったわね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。図はこちらを見てほしい。コンピュータのロックを解除するには、すぐにサポートに連絡してください。コンピュータをシャットダウン、または再起動しないでください。これを行うと、データの損失や個人情報の盗難につながる可能性があります。これがサポート詐欺のステージ1、警告画面だ。機械音声って、なんだか聞き取りづらいのよね。正直、私は苦手だわ。この警告イベント、何度も起きる人もいれば、一度も起きない人もいるから、ランダムイベントと言えるな。その後の行動次第で、グッドエンドにたどり着くか、バッドエンドを迎えるかが変わってくるぜ。できれば回避したいイベントだわね。でも、もし発生したらどうすればいいのかしら。対処方法は簡単だ。答えは、何もしない、だ。え？エラーとかウイルスとかサポートに連絡しろとか言われるけど、この画面が出ただけでは、パソコン本体には何も問題は起きていないから安心してほしい。そうなのね、安心したわ。警告画面の色と音でまんまと驚かされちゃったわ。そもそもこの警告内容は偽物だからな。むしろ表示されている電話番号に電話をかけてしまうことで、個人情報を伝えてしまったり、遠隔操作ソフトをインストールさせられたりして、最終的には金銭的な被害につながってしまう。無視して OK ってことね。その通り、ブラウザを閉じるか、パソコンの電源を切ってしまえばいいんだ。ブラウザはどうやって閉じればいいのかしら？キーボード左上のエスケープか F11 キーを長押しして全画面表示を解除するか、オルトと F4 を押してプログラムを強制終了させるか、コントロールとオルトとデリートキーを押してタスクマネージャーからタスクを終了するかだな。動画を一時停止して、好きなのを選んでくれ。私にもできそうで助かるわ。ねえマリサ、もし電話をかけたらどうなっちゃうの？いい質問だな。確かにバッドエンディングも見てみたいよな。サポート詐欺の電話番号に電話をかけると何が起きるかについては、次回の動画で紹介するから要チェックだ。楽しみね。画面の前のみんなも詐欺に引っかかることなく、グッドエンディングを迎えてほしい。君に響け。サイバー。セキュリティ。ハモったわね。そうだな。バッドエンドも回収したい。ダメダメ、ダメ絶対。